はい、本日はですねバギーズロングの紹介をしていきたいなというふうに思います。こちら後ろにずらっとバギーズロング、パタゴニアのね名作が並んでるんですけども、その前にですね実はスタジオが若干変わってるんですよね。新しい撮影場所で撮影しておりますので、またこの部屋の中とかはねいずれご紹介していきたいなというふうに思いますので、今日はまあパタゴニアの方がメインになってますので、まあ、一旦部屋の方を置いといてお話ししていこうと思うんですが、ちょっとね画角とかもいろいろ変わると思います。一旦これで試し撮りしてるけど、今撮影してる段階でちょっと白飛びしてるんですよね。ちょっとこれまずいかなと思いながらも一応撮ってるんですけども、まあそんな感じでねパタゴニアのバギーズショーツを、バギーズロングですね、紹介していきたいなと思います。でこれバギーズロングっていうことで、僕いつも毎年夏になったらパタゴニアのショーツめっちゃいいですよって言い続けてるんですよ。でめちゃくちゃいいですよいいですよって言ってるから、よく聞いてくれてる方からしたら、こんなんもう毎回紹介してるし、ついこの間も紹介したやんと思うとは思うんですけど、これ実はバギーズロングっていうんですね。今まで紹介してたバギーズショーツってやつばっかりで、なんやったらバギーズロングは一回も自分用に買ったことがなかった。弟に誕生日プレゼントはしたことあるけど自分用に買ったことなかったということで、ようやく購入したんですよ。でそれこそやっぱり夏場のショーツって、まあ、男性大人のおじさまたちってなんかちょっと敬遠するじゃないですか。いやちょっと俺さすがに半ズボン小僧になるのはちょっとどうかなみたいな、やっぱ若い子とかはいいけども、やっぱりさすがにおじさんだったら履かれへんよっていう方も多いと思うんですけど、まあ、そこはご安心くださいと。僕おじさん代表としてですねバギーズロングも履いていきたいなと思うし、バギーズショーツも履いていきたいんですけど、このバギーズロングはおじさん用と言っても過言ではないぐらいちゃんと丈がね長めに設計されてるんですよ。だからあんまり膝構造もそんなに、まあ多少は出るけどもそんなももまで出えへんし、結構落ち着いた感じでね履けるんちゃいますのっていうのがこのバギーズロングのおじさんショーツということになってますので、この紹介をしていくのと、プラス最後の方にはサイズも見てもらおうかなと思ってます。ちなみにサイズがですね一応 XS サイズから確か L サイズまであったんですよね。はい、ということで一応4種類あるので XS から SML と4種類見てもらいたいんですけども、まあそれは最後にねサイズ動画見てもらうとして、今日の流れとしてはですね、まずバギーズロングのこちらのカラーですね、今年買ったカラーを紹介して、でその次にこちらにあるショーツとの違いですね、バギーズショーツとロングとの違いを、まあ、若干ね軽くお話ししといて、ほんで基本的にはねこれはもう丈の長さだけなんですよ。別に素材が変わるとかっていうこともないし、ただ丈がちょっと長いか短いか丈の話なんで、そんなに詳しくは喋るつもりはないんですけど、まあ、そんな話をして、次にデメリット、やっぱバギーズロングになると長くなるので、長くなる分ちょっとどうなんかなっていうところもあったりとかで、次におすすめの人ですね、こういう人にはおすすめですし、まあ、特に僕はおじさんとかね、あとキャンパーとかね、キャンプする人とかにはおすすめかなと思うんですけど、まあ、そんなところのお話をして最後サイズ動画で終わりにしたいなというふうに思いますので、その順番でいきます。ではまず買った色から見ていきましょう。まずですねこちら XL サイズでブラックを購入しました。まあこれはまあ見たらわかりますよね、ブラック黒ですよねという感じになってて、まあ、次いきますね。次の色がこれは何色やろうな、 ASH タンって書いてるんですが、まあなんていうのが正式名称はわからへんけども、これは S サイズ、これね僕個人的には一番かっこいい色ちゃうかなと思います。おじさんに合いそうな色味してるから、おじショーツとしてはちょうどいいんじゃないかなというところで、これ S サイズですね。で次もこれはネイビーやろな、 S サイズで購入したんですけども、そうですねこちらはストーンブルーって書いてます。ストーンブルーというカラーで、まあネイビーですよね、ネイビーのタイプがあって、その次にもう一個 S サイズなんですけど、これはなんていう色味なんかな、ライトバーレーグリーンみたいな感じの名前を書いてます。まあこれねちょっと今見てもらった色飛んでるけど、実際物撮りではね綺麗にインサートでは撮れてると思うんですけども、こういったなんていうんですかね、ターコイズ的な感じの色味があって、この次にピンクですね。このピンクはマーブルピンクって書いてますわ。あのショーツの方は確かウルトラなんとかピンクって言って、実はバギーズロングとショーツで同じ色じゃなくて、ピンクはピンクでもこのロングの方が薄い感じになってて、ショーツの方短い方は結構激しめのピンクやったりするんですけど、まあ、ちょっとねやっぱ若干ちゃいますよねっていうことで、ほんで最後にこれがなんていうんかな、フォージグレーということで、これ確かフォージグレーってショーツにもあったような色味やと思うんですけど、これがね僕が L サイズで購入してるんですが、まあ、見るからにでかいですよね。どんなでかいブツしまうねんっていうことになってると思うんですけど、まあそれぐらいねでかいやつになってるということが、一応今回購入したバギーズロングの、6色になってますね。まあ、これ以外にもね、柄が入ってるタイプとかもあったりはするんですけど、まあシンプルな感じで、これを購入したのがレアトリアっていうお店だったんですけど、そこではこの色しかなかったんで、まあ、こちらの色を購入させていただいたと。確か単色の方はもう1色何かあったと思うんですけど、まあ大体これぐらいが、まあ網羅してる感じだと思うんですけど、そんな感じというのが今年の色になってますね。で次ショーツとの違いなんですけど、まあこの動画ではね、もうさらっとしか言いません。前回話したことあるし、別にそんな大したことじゃないので、まあさらっとしか喋らないんですけど、こんな感じでね見てもらうと、やっぱり若干ね丈が違うんですよね。ショーツの方が確か股下が13センチなんですよ。でロングの方が18センチあるから、プラス5センチぐらいあるから、まあ、これおじさんとかが履いていただいて、どんだけ長いソーセージを持ってたとしても、まあ、これは安心してね、はみ出す心配はないんじゃないかなということで、18センチもあったらこれも海外レベルですよと。日本人やったら13センチぐらいで際どいんちゃいますかっていうことで、まあそういったブツ
の心配もせんでいいというのがショートとロングの違いということになってますね。だから僕はマグナムだよとか、僕はすごいロケットランチャーを持ってるんだよという方はですね、やっぱりはみ出し禁止の恐れがありますので、こちらのロングの方がいいんじゃないかなというのが、まあこのショートとロングの違いになってるんですね。ほんでまあ次はですね、まあ真面目な話なんですけど、これやっぱねめちゃくちゃいいんですよ。毎年僕めちゃくちゃいいですよって言い続けてますけど、何がいいかっていうと、これ旅行で持っていけるじゃないですか。なんでかってこれめちゃくちゃ小さになるから旅行でも行けますよと。はいはい、それは分かりました。そして次はこれ寝巻きでも行けるんですね。これ寝巻きでピューって履いて、そのままお休みってグースか寝れるし、でそれパッと起きたままそのまま私服にもなっちゃうっていうことで、なんかパタゴニアのね、その正式なカタログみたいなの読んだりしたら、バギーズショーツを履いて3週間洗わんくてもいけるみたいな嘘みたいな話書いてあるんですけど、さすがに3週間洗わへんかったらちょっとこれもんですよと。ぷわーっと下から匂いが匂ってくるので、ちょっとそれはいただけませんけども、それぐらい履けますよというのはパタゴニア言ってたんで、まああと信じるか信じひんはね、それぞれやと思うんですけど、そういう感じで街でも履けるし、アウトドアでも履けるし、私服でも履けるし、まあそういった夏になったらもうこれ2着ぐらい持っとったらもう全部ずーっと夏いけるでっていうぐらいになってるので、まあ僕はいつも勧めてるんですけど、まあそんな感じになってるということですね。まあこれの良さはね、もう特に僕喋るつもりないんで、次デメリットに行きたいなと思うんですけど、デメリットはですね、ショートとロングの違いになってくると思うんですけど、ロングであるところのデメリットっていうのは、やっぱり5センチ長い分足を結構動かす人とかいてるじゃないですか。ランニングとかで足を高く上げる人とかは結構突っ張ってくると思うんですよね。汗とかかいたりとかしたら太ももにへばりついたりした時に、足とか上げる時にグッて引っ張られたりすると思うので、そう考えたら結構アクティブな動きされる方とかはもしかしたらロングはちょっと動きづらいんちゃうかなとは思うんですけど、だいたい普通に街中で履くんだったら全然どっちでもいいかなと思うんで、ショートでもロングでもいいと思うんですけど、まあ、クライミングであったりだとか、そうやって要は足をガッて上げるシーンがある人は、まあもしかしたらロングよりはショートの方がいいんじゃないかなということで、そこはちょっとデメリットになると思うんですけど、逆にこのロングであることのメリットもやっぱあるんですよね。でそれ何かっていうと、まあおすすめの人でも話今からするんですけど、やっぱり履いた時の長さが結構あるじゃないですか。だからね、こう普通に座ったりとかした時に、キャンプとかで座る時って椅子低いじゃないですか。椅子低い状態でこうやって座ったりしたらね、やっぱ隙間からちょっとお稲荷さんの方がね、こんにちはするんですよ。やけどロングやったらまずちょっとマシかもしれないけど、ショートで地べたとか座ったりしたら、もうお稲荷さん見えてますねみたいなね、この中に何もパンツ履かへん人からしたら、ちょっとこれもう見えてるけどどないしようかなみたいな、ずっとこっちがこんにちはしてるけどなみたいな時もあったりするので、まあロングはそういった心配もないですし、まあ短いのが苦手っていう方とか、まあ、若い人やったらね、別にこう短くても似合ってると思うし、あと細い人とかやったら別に短くても履きこなせると思うんですけど、まあ大体おじさんになってきたらね、シミとかシワとかいろいろ出てきて、まあ僕ももちろんそうなんですけど、まあどっちかってロングの方が合いやすくなってくるんかなというところで、まあおじパンツということになってるんですよね、というところでおすすめの人ということになってますので、最後サイズ感に行きたいなと思うんですけど、サイズ感僕実は今から履いていきますね。 XS サイズから履いていきたいなと思います。やっぱりですね、太ったからかしてちょっときっちいな、ちょいときっちいけど、これが一応 S サイズ XS ですね。 XS サイズです。ちょっともう横とかはきついですわ、これ太ったからね、まあ、こんな感じになってますっていうのが S サイズになっております。ちなみに私は178センチ、69キロということになっていまして、昨年より4キロぐらい太ったので、だいぶこのお腹周りについたんじゃないかと予想されております。ということで次は S サイズいきます。はい、次はこちら S ですね。これじゃあサイズ的にはこんなもんですね。 S やったらこれポケット手入れても全然余裕あるし、そんなきついってこともないし、やっぱでも足上げるとここが突っ張ってきますね。バギーズショーツの時はこの突っ張りがなかったんですけど、やっぱロングやったら長い分突っ張ってくるかなっていう感じですね。このショーツやったらこの結構上までこの辺まで上がってくるけど、ロングやったらおじさんの味方、しっかり膝の上まで来るんだというところでね、こちら S サイズで、次のネイビーも S サイズで履きます。あら、いいじゃないの、ゆったりしててっていうことでね。ああまあゆったりしてるね結構。まあキャンプとかでこうやって座ったりとかすること考えたら、これやったらお稲荷さん出へんでしょ、いい感じになってると思うので、まあ、これぐらいだったらこんなもんなんかない S がいいんかな、まあ、個人的にはどっちかっていうとショーツの方が好きやけども、まあ、ロングはロングでありでしょう。次もう一個 S サイズいきます。いかがでしょうか、ターコイズブルー。まあ、これはこれで可愛いけどもね、まあまあまあ可愛いけども、なんかやっぱちょっとこう大きく感じるんですよね、ちょっとこの膝の上まであるっていうのが。逆に短いのが嫌な人からしたらこれぐらいあるとめっちゃ安心感あると思うんですけど、僕は短いの結構慣れてるんで、ちょっと長いなっていう感じはするんですけど、やぼったりという感じは若干しますが、次は M サイズに行きます。はい、ということで、まあ派手なピンク、まあでもサイズ的にはまあめちゃくちゃ余裕ありますね。ゆったり履くんやったら全然まあ M でもいいかなみたいな感じですね。この足がね、もう一本入るぐらいありますね。やっぱ結構太いけどね、足筋肉質な人とかやったら大きくしてもいいかもしれんけど、足みたいな足ガリガリ風お腹ぷよの人はちょっとこれどうなんかな。サイズは S やろうな多分。はいはい、これは最後 L サイズですよ。もうこれに関してはでかい、めちゃくちゃでかい、もう名探偵コナンみたいになってる。逆にここまで行ったら一周回っておしゃれなんかどうかわからんけども、僕は絶対私服ではこんな履き方しないですね。まあ、これがいいっていう人もおるやろ中には。
はい、ということでね、バギーズロングの方を見てもらったんですけども、まあ、またね、あの買って良かったものとかでね、月末にお話しますので、その時にもしランクインしてたら意外とロングも良かったなってなるかもしれないし、ランキング制限があったら、あ、やっぱりロング微妙やってんなっていうのを、まあ、悟っていただければいいかなというふうに思うんですけども、まあ、さらにね、あのバギーズショーツとロングの比較をちゃんと見たいという方は別に動画出してますので、それを見ていただければいいかなというふうに思います。ということで本日はですね、パタゴニアのバギーズロングを紹介してみたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。